試験結果データ入力画面で次へと押すか、ナビゲーションの印刷ボタンを押すことで印刷設定の画面に切り替わります。印刷するプリンターを選択して印刷を行います。印刷が終了したら入材サンプル用試験を終了します。保存をします。終了するとデータは本棚型ファイル機能に保存されます。また成果物は付属の FW CAD で編集することができます。